はい、皆さんこんにちは、吉田成正です。はい、今日はですね、アメリカバーガー第2弾、待ちに待ったですね、ラスベガスバーガー、もう重いですね、すでにこの時点で。おっと、バンズが、おっと、相変わらずチーズがすごいですけど、熱いですね。ほんでまた暑いね、これ。はい、バンズですね、いつも通りね。見えますかね。はい、バンズ、オニオン、そしてこれがですね、スライスビーフですね。こっちにくっついちゃいましたけど、スライスビーフ、そしてビーフパティがでかい。はい、そしてレタスにチーズたっぷり、あとクリームチーズソースも入ってますね。ボリューム感満点ですね、これがまた。パティがはみ出ます。かなりでかいですね。これがですね、確か420円なんですが、またまたですね、こちらの iPhone のですね、見せるクーポン、なんと320円で、手に入ります。素晴らしいですね。このチーズがたっぷりのところからいってみますね。クリームチーズとペッパーのこの辛みがすごいいいですね。うまい。チーズとペッパー間違いないね。うまい。ビーフはパティは相変わらずしっかりしてますんで、歯ごたえもあるし、肉食べてるって感じですね。このスライスビーフはどうでしょうかね。スライスビーフ、スライスビーフ、スライスビーフを食べたいなと。うまい。玉ねぎ、オニオンがこれシャキシャキしてて、ビーフと絡み合ってうまいですね。あ、もうどの角度から見てもいいことなしです。はい、うまいね。はい、美味しかったです。ということで、アメリカのゴージャスな街ラスベガス、このきらびやかな街のですね、ゴージャスなディナーを思わせるような、バーガーでした。美味しかったです。はい、ご紹介したのが 100% ビーフラスベガスバーガーでした。美味しかったです。That's all.